こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラナファンタジア始めていきましょう。一緒に頑張りましょうね。日にやついつでも募集中だ。詳しくは部長まで。やっぱり教室は落ち着くな。トレーニング。こんばんは。ただいま戻りました。頑張ってるわね。94,000か。よし頑張ってくぞ。でルームに行ってたまにはこれでミッションクリアです。助かっちゃった。はい、というわけで今回はこの8日カート奇跡が生まれる星のエトワリアでも小惑星に名前つけるぞ。収集クエスト、こちらを行いたいと思います。僕の新たなイストワール。はい、ではですね、奇跡が生まれる星収集クエストのバトルに行ってみたいと思います。まずキララ装備は魔法使いにちゃんとなっていることを確認。その都度確認しないとね。これもちゃんと魔法使いになってるよね。で風属性ですね。ココア行ってくるです。まあ、簡単に倒せますからね。15はすごいな。立ち止まらず諦めないで。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。サポートします。待っててね、援護するから。いい度胸。まず1体倒した。スキルアップ。何するんですか。でここで全部使用できるようにして、みんなと一緒ならできるよ。力が湧いてきます。サポートします。えい。焦らずに行きましょう。確実スキルを使っていく方向で。ここは使えねば。そんな、この時のために練習したんですから。行きます。一応一回目だけは。まあしっかり97,000。はい、中級行きましょう。いいですね。準備はいいですね。行きますよ。覚悟するです。大丈夫だよね、きっと。守りもしっかりしなきゃ。そうですね。反省が足りないようですね。やる気をアップします。何するんですか。力が湧
OK。 動きが最後くつが取れるってことは、うまくいくといいんだけど。くらえです。強い。皆さんのやる気をアップします。これだと全部倒してしまうの、これしかないですね。今は我慢の時だね。立ち止まらず諦めないで。本気の力見せてやるです。いきます。はい、しっかり倒しました。すごい、やりましたね。気分転換に外へ。いや、ここは光の書を読むべきか。上級行きましょう。いや、順番変えましょうか。視野で。それでは行ってまいります。覚悟するです。私が助けるね。立ち止まらず諦めないで。結構ここから強くなってきてますからね。でもそれでも倒す。一体倒した。みんなと一緒ならできるよ。手加減しませんよ。皆さんのやる気をアップします。1万4000か。やったー、勝ちましたよ。2匹しか残ってなかったからな。スタミナ回復の中をいただきましたね。気分転換に外へ。このクラスは楽勝じゃないでしょうか。準備はいいですね。行きますよ。見過ごせませんね。結構きついかも。私が助けるね。そんな、立ち止まらず諦めないで。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。全部とどめ刺すのか、すごすぎます。反省が足りないようですね。そんな、倒しきれないか。ちょっとだけ痛いのを思い出したよ。あ、でも倒してしまったや。
くいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお願いしますよ。おっと、強くなったな。やった、勝ちましたよ。これは相性がいいっていうのもあるんでしょうけど。すごいですね、超級は。まあ超級やるしかないでしょう、これだったら。新たなイストワール。はい、これで軽く。こちらの属性はクリアです。土属性は。続いて風属性。こちらはですね、風属性は。炎の属性で対抗することになります。つまりこの属性ですね、ちゃんと魔法使いになってますよね。クリスマスココアですね。それでは行ってまいります。一丁やりますか。残念、こっちでした。小ダメージを倒しちゃいますからね、これは。力が湧いてきます。サポートします。クリティカル派手にやっちゃいましょう。手にやろうじゃねえか。うまくいくといいんだけど。手加減しませんよ。サポートします。いやー、うん、これは頑張るぞいじゃないと。みんなしっかりやろうね。無理しないでよ。この時のために練習したんですから。いきます。まずね、まっしぐら。今18ですね。やった、勝ちましたよ。さあ中級行きましょう。準備 OK です。行きましょう。皆さん準備はいいですか。みんなココア選びますね。ご中3人気すごいな。長引きそうかな。私が助けるね。当たってください。あ、ショーでも倒せるんだ。頑張るゾイは。やむを得ないね。ポッタイト使いにくいな、ショーの。派手にやっちゃいましょう。派手にやろうじゃねえか。手加減しませんよ。サポートします。無理しないでよ。ディフェンダー落ちましたね。全体ですからね。どうだ。本気の力見せてやるです。早く行くんだったらそうですけどね。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れ
お、なんか流星 T シャツっていうのがあるみたい。この T シャツは何の効果があるんでしょうね。私もいっぱい収集クエスト、あと早くも2つになりました。中で回復かな。スタミナは半分。ここは見せつけてあげよう。格の違いはね。よし、頑張ります。気づいたかい。こっからほとばしるオーラに。やっちゃいますよ。倒してしまった。まあ倒しますよね。サポートします。やるしかないみたいね。やってやろうじゃない。強い、強気ですね。長引きそうかな。やむを得ないね。何するのよ。みんなと一緒ならできるよ。くらえです。倒しました。やった、勝ちましたよ。気分転換に外へ。最後超級行きましょう。なんか今回はサクサク進みますね。この辺ぐらいかな。それでは行ってまいります。皆さん準備はいいですか。こっちかな。負けないぜ。でも倒すのか。ちょっと余裕すぎないかな、この。負けないで。やっちゃいますよ。すごいな。倒しちゃいますからね、結局。魔物ね。こっくりこっくり、おいでませ。オッケー。うまくいくといいんだけど。サポートします。何するのよ。無理しないでよ。倒しちゃいますね、結局。中級も特級でも。やりましたね。余裕じゃないですか。気分転換に外へ。いや、ここは光の書を読むべきか。まあ完全に強い状態になってしまったということになります。明日の冒険に備えないとな。ちなみに武器スキルレベル気がつけば22までいってますね。30になったら武器スキルレベルを35、
武器レベルを40まで上げられますからね。特に自身の行動速度が1点ターン中アップっていうのは強すぎますよね。なのでどんどん仲間あずさを育てていくっていうのがここ感じになります。しかも他のキャラもだんだんと育っていってますからね、武器スキルレベルを。これレベル100になった時に協力、例えば彼女なんか、一歩踏み出せたかな。だんだんとこの辺も近づいてきてますしね。98まで行きましたから、カオス先生はもうちょっとですからね。最後にトレードですね。夜こそ取引の時間、こっちは今だけ。輝く羽っていうのに交換できるんですね。その輝く羽がこの場合はいるってことになるのか。じゃあもう何もないんで交換しましょう。交渉成立。あ、飴玉はなんだよな、召喚チケットっていうのがあるんだ。召喚チケット、乱戦クエストの武器。乱戦クエストもこれひょっとしたらいけるんじゃないかな。進化種のパワーアップですよね。超特大とか超の。交渉成立。ゼロの中でスロースタート、ご仲裁行きましょう。交渉成立。強化。これは無理なんですよね。なので限界突破かな。なるほど、いろいろあるんだけど、この辺かな。僧侶。新しい境地に突入。背が伸びた気がします。いいですね。
中野。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。はい、というわけでですね、奇跡が生まれる星収集クエスト行っていきました。いかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。